Do you know, Can you me? <coughs> どうも、男ぶりよです。えー、今日はね、えー、私のいつもよく行くね、スーパーマーケッツ、黒門中川でね、こちらはね、今、絶賛販売中ですね。98円、税込み106円で。 えー、ガンダムマンチョコ。ガンダムマンチョコ。こちらはね、えっ、ー、と、5つ買うてきたんで、これはね、中にあの名シーンが入ってるみたいでね、名シーンが蘇ると書いてるみたいなんで、果たしてどんな名シーンが入ってるのか、ガルマザビは死ぬのか、というのをね、調べていきたいと思いますよ。 5つ買うたんでセブンイレブンのキリメンジャロブレンド飲みまーすこれねパッケージも2種類ありましてねこのアムロとシャアのやつとねガンダムとシャアザクの2種類ですねまあ特にね知らんと買ってきたんでねこのアムロシャアバージョンが2つと このガンダムザクバージョンがね3つありますじゃあまずねガン,ガンダムザクから開けていきましょうかねいくよ12機のリックドムが全滅さーてこれはあーなるほどねあもうねまま入ってますねままこんな感じで もう、袋入ってない。エコの観点から。エコの観点から、袋に入ってないので、ちょっとね、汚れてるけど。これでね、あさあ、まず第1枚目。おこれはいいやつじゃないですか。ガンダム。光ってるでー。 ガンダムがビームサーベルを行くとこですね、これ。グフの喉元に行くとこですわ、これ。グフの。ランバラルの。ランバラルのグフの喉元に行くとこですね、これ。いいですね、これ。あ、これ、アイキャッチみたいですね。ショーショーってなるときの。 このやつですね。はい。いいじゃないですか。いきなり当たりですね。これ、これ、これでしょ。まさにこの表紙の絵ですね。表紙の絵。ランバラルのグフの喉元にね、行くとこですグフの喉元に。よし。じゃあこの通しで次も行きましょう。次はどれかと言われると。 ガンダム、えー、アムロシャーバージョン。これも開けていきましょうかね、はい。いいですね。これは多分ちょっとメルカリで5000円ぐらいで売れるんじゃないですか。えー、儲かるねえ、儲かるねえ、これ。やっちゃえば。さあ、次は。なんだおーこれはこれはいいねこれは。 もうね、裏面に書いてますわ文字がそうジオングのヘッド <laughs> あこれも光ってますねやけど青文字か青文字ジオングこれ最後のねラストシューティングのやつですねポーンって言ってラストシューティングのところですねポーンって ラストシューティングのシーンですね。ヘルメットがなければ即死だったなっていうところですね、はい。いいですね。結構主力のあれが出てくるますね。やっぱりどっちかというとね、ガンタンクとかね <laughs>、あれはハズレの部類に入るんで <laughs>、ガンタンクとかね、ねガンキャノンとか、ボールとかね。え、は、え、い、いいですよ。今のところガンダム、ジオングと着てますからね。 よし、次もこれじゃあ行きましょう。どんどん。今度またね。じゃあこのガンダムザクバージョンを。オンラインね、できたら、あれ、聞きたくないね。全部で、ちなみにこれはね、24種類って書いてますね。うん。24種類。さあ次なん、次は何だ次は、ちょっと文字を見ずに行こうか。この、 カメラ目線で文字を見ずにいこうさあ次はこれだおおこれはザクウザクウザクですねウザク初期のザクウザクエルボースラッシュまだねここにトゲトゲがついてないバージョンですねウザクかまあ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 ですね 2、2が欲しかったけどね、やっぱり。うん。第3話、敵の補給艦を叩きより、車体へ救援、物資救援に失敗したガデム艦長自ら、急削に乗り込み、ガンダムへ突進と書いてますね。はい。初のモビルスーツと書いてますわ。急削。いいですね、これ。これは携帯に貼っときましょう、スマホに。うん。 シーシルこれもなかなかいいんじゃないですか ?3000 ぐらいで売れるんじゃないですかねえ。やっぱ光り方がやっぱちゃうね。やっぱガンダムはめっちゃ光ってる。じゃあ次もまだじゃあこれいきましょう。シャーガンダムバージョン。ちょっと急いでますよ。だってもうあと20分したら小柄やいかなか。小柄やいかなあかんらね。アホんだろお前。わしゃ、家畜か言うてね。 がごとく働いてますよ本当にさあ次もちょっとね文字を見ずにいこうか今んところちょっとかぶってないからねいい感じですねこれさあなんだなんだこれはモビルスーツとかしか入ってないのかな 人間は入ってないんかなねえ。フラウボーとか入ってたら、もう、売れるでしょ、フラウボーとか入ってたら。ねえ。フラウボー入ってたら、たか売れるからね。さあ、続いては、こちらなんだこれはジオン語 <laughs> ヘッドショット <laughs>。2枚目は、これ、一緒やんが、これ。第43話、脱出より。 ニュータイプ対応未完成のモビルスーツ。頭部だけ残った宇宙妖怪船ガンダムにメガ粒子砲を放ち、大破させる。ね。ジオングが、ジオングヘッドが2枚揃いましたね、これ。うん。これはマンションのオートロックに貼っときましょう <laughs>。マンションのオートロックの両面にこうやって貼ってね、ブワーンって。 ブワーンって、ね。大破するようにして、はい。今日はちょっと、バイト行く前にやっておきます。<laughs> はい。では、最後。アアムロガンダム。いや、これちょっとね。ジオング3つ揃うのあるからね。ジオング3カードあるからね、これ。いきますよ。ラスト1枚。ヘビーが出るか。 じゃが出るか。すべては、この一枚次第。んーんーピュリーン感じる。ニュータイプの。感じる。シャーか。シャーだな。シャーだろ。シャーか。シャーか。ララーか。ララーか。ララーは、 戦いをする人じゃなかった。ララーは、戦いを決してする人じゃなかったんだ。ララー。大佐。大佐、大佐ですか。ララーか。そう、最後の一枚は、これだなんだこれは。お、シャ、シャ専用図クバーサスジムですね。ドゥルン、ゥン。 ジャブローに散るより南米ジャブローに赤い図ごく現る素早くジムの頭、えー、部貫き打ち取るシャアなのかブフォーンって言ってますね。シャアズごシャアズごとジムですね。いいですね。まあまあね、結構 この被りじゃ、被り以外はね、ええ感じやったんじゃないですかはい。というわけでね、5枚来ましたよ、5枚。ちょっとね、被っちゃったのが残念ですけどね。1枚目はね、こちら。ガンダム。ほんで、ジオングヘッドが2枚。で、旧ザクが1枚。で、最後。 シャーズゴックバーサスジムですね。はい。これはじゃあもうめとまとめてメルカリセット売りで2万五千円ぐらいで今日あたり出しておきましょうかね。はい。欲しい人あったら言ってください。1枚特別価格3千円で売りますから。はい。えー、っとね、まだあのー、クロモン中川にはね、これガンダムマンチョコ山積み、山積みになってたんで、ね。 あの、漬物売り場の向かいにね、山積みになってるんでね <laughs>。はい。皆さんもね、買ってみてくださいよ。はい。最後にじゃあね、これ、あの、ウエハース食って終わりましょう、ウエハース。やっぱりね、こういうのもね、おまけだけやってね、食わんやつがおるからね、あの、中国人のなんかね、当たりもんだけやってなんかテレビでやっとったでしょ、なんか。他は捨ててみたいなね。 あのとんでもないねお百,姓お百姓さんのバジアだるからねらこれはもう毎日1枚食べましょううん普通のウェハース <laughs> まあこれねちょっとおさんと一緒に飲んだらね 優雅なティーブレイクを味わえるんじゃないでしょうかはいまた皆さんもねいっぱい残ってるんでよかったらね買いに行きましょうねはい「Do you know? 月の明かりを背負い」「歩んできた運命の糸